第36期放線 A1 リーグ実況のフラッシュ高志です。解説は近藤久原が務めます。近藤さんよろしくお願いします。お願いします。それでは対決の準備ができたようです。第36期放線 A1 リーグ最終節 B 卓2回戦投敗の開始です。立ち会人猿川雅俊の合図で2回戦が開始となります。2回戦はちーちゃに前田、なんちゃに瀬戸熊、シャーちゃに柴田、ペーちゃに今野の並びです。トン一曲ドラはウーソー。さあ前田が2連続のちーちゃスタート。ハイパイはマンズで一メンツ。白瀬徳馬、そして柴田両面ターツが豊富にある。今度はトンガドイツドラ1です。さあ、名前の上に表示されているのは、全てのトータルの得点となっております。柴田が1回戦、トップでプラス 69.9、 勝俣をかわして第4位に浮上しております。ただ大井決定戦は3位以内に入らないとダメということで、まだまだ大きな得点が必要ですね。まあでも1回戦ね、トップ取ったんで、はい、だいぶ気合いも入る。そうですよね。このままいけるぞと、おっと鋭い表情、9万がかぶってしまった。おっとなんか笑っているぞ柴田、ニヤニヤしている。どうしたんだ柴田。おー、一転して苦しい表情。どうしたんだ柴田、何を持ってきた。うーそー、ドラ持ってきましたよ。一気に打点アウト、ね、はい。ただ数層がない。あー、ドラ表の数層が1枚しかない。さあ数万引いて、これは自敗の選択だ。初が2枚切れ。あー、自敗の選択ではない、すいません、チーピン切り。もう絶対ドラを使うというシフトだよね。うん、そうですね。うん、さあチュン重なりました。瀬戸熊足頃の3色は見ます。チーマン切り、9万がバニ3枚切れと。ここはドラ重なりの換算マンも逃さない構え。いっぱい、マン重なり、うん、4トイツですね。ここでペン3ピン払っていく。チートイツも見て、これでターツは出来上がりましたね。ただ数万まだ持つか、数万まだ持ちます。トンは絞る。まあドア重なった時にね、うん、そうですね、やはりあそこの224の形は残しておきたいと。二差しの3色もありますもんね。うん、これで数層かな。さあドラ受けができて、ただリャンソー切ってしまったんですね。ここはいいピン切り。ああそっか、リャンソー切ったか。ジャントがないんですよね現状。あんまあるんですが、ジャントが数層ということでちょっと難しい判断になったか。あ、嬉しい。さあ引き戻しはドラ、しかも三子、差し子が見える。はい、ここで数層打っていく。瀬戸熊もちょっとすっきりしないぞ。差し子かしごろかって、ね、ちゃんとがおしまいだ。今野さんは動かないだろうね、飛んでてもね。そうですね、ちょっと形が苦しすぎる。一目につもない。 GP はここで考える。まあ、パーピン打ってますしね、ここはつもぎりとなりました。考えるの面白いよね。そうですね、ちょっと残そうかなっていうところですかね。さあ前田はイーシャンテントン打っていく。チュンもションパイトン合わせるか。ここはトン合わせて切っていく。動かない、動きません。今の2枚目もする。ね、はい、安全牌として使おうと。さあ瀬戸熊、
これでいいシャンテンだが馬切っていくぞ。三走、うわー抜いた。前田か、前田に気配があるんでしょうね、うん、おそらく。さあ、テンパイリーチか、リーチいった、関数ピン。ここは抑え込みに行ったぞ。一枚だけ。一枚山。ちょっと遅かった。そうですね。これは瀬戸熊との一対一になるか。ただ瀬戸熊もかなりローピンが切りづらい。小さい筋。ああ、ここは粘ります。ローソーは、ああごめんなさい、ローソーはもう小さく切ってるので泣けない。リャンピンこれでギブアップか、すまぎり。さあ前田の一人旅となった。チュンがもちもち、今度は粘ってイーシャンテンまで来てますね。ただ3万はかなり打ちづらい。うわ、さあ柴田もイーシャンテン復活。トントンですか。いや、チーソーってまだイーシャンテン維持。ああ一応3万ワンチャンスなんだ。数万のワンチャンスですか。うん、ここで諦めます。さあスーピンいるか、いません。前田の一人テンパイでここは流局となります。さあ前田連チャンです。ドラは吐く。さあ前田のハイパイはドラの吐くが1枚、ピンズで一目打ちですか。知らせとくま、三と一。あー柴田もよくはない。うん、こんなも一目打ちですが決してよくはない。前田2差しか1通かという高打点は見える手配。ドラの白が山に1枚しかありませんが、うん、誰に行くかでね。そうですよね。いや前田は順調に手が伸びてきているぞ。メンツですね。1,2,3の3色も見える、うん、3層加算、3層引いて両面が豊富。はい、ここは9ピンを打って、まあ、3色の方に決めていきました。瀬戸熊チュン重ねた。瀬戸熊さんはチートイツかな、ですかね。4トイツになりました。さあこれでゴロチもちょっと、ね、ゴロチもそうなんですよね、ありますよね。3層切り 1,2,3 は見切りました。前田さんがハック重ねたらね、はい、相当、いやそうですね、うん、ジャントは現状ありませんから、一番重ねたいのは白でしょう。
数ピン重ねて、まだ一メンツしかない。これで手なりでゴロチになりますね、うん、チーマン切り。これはちょっといやローマンチーマン打ちますか。まあそれしかないかな。一応2差し残して、そうですよね、ターツ選択するならばローマンチーマンになりそう、うん、ここはローマン切り。さあいいシャンテンですね、チートイツ。ドラを持ってこなければ上がりまでありそう、うん、そうだね。いやドラ持ってきても前田がテンパイで打つかもしれないぞ。3色テンパった時に、ね、そうですよね。つもぎりか、いやダブトンポンがあるから、ね、そうですよね、チーマン切り。さあ前田が両面ターツ落としてきましたよ。これは怖いところ、このトンも出なくなる。さあ中盤に差し掛かってきたが、みんな自敗に縛られてるね。そうですね。ドラを引いたのは柴田だ。これで飛んでる可能性ですね。可能性出ますね。まずは9走から初モーション敗ですか。さあこれはドラ切れば目いっぱいですが、ドラ切る手もあるが、ここは数走切り。あーリャンソワンか、ここは一旦ローソー。リャンソーがすごくよく見えるもんね。うん、2差しだ。そうですね、いやよく見えるが実際は1枚もないぞ。さあ今度ピンフのいいシャンテン。パーマンか。前田のローマンチーマン外しがちょっと気になるか。初打っていく、合わせた格好で難切り。今野さん天敗打にするのかな。どうですかね、もう3段目入ってますけど。3番チーだ。あこれで白出づらくなるよね。そうですね、これは相当天敗に見えるぞ。来た、打った。さあ今野テンパイ打敗で白打っていったぞ。うっバーマン積もった。これはナイス判断。積もピンフ400、700は500、800。いやギリギリまで絞ってテンパイ打敗、ほっと一安心だね。はい積も上がり。さあトン2曲瀬戸熊の親番となります。ドラは数走。さあおっといいぞ、良さそう、いいぞいいぞ。ドラメンツできてますね。ここはチュンから。さあ今度もなんぜ一面つだ。ああ前田もいいですね。いいね、前田さんと瀬戸熊さんが、はい、いい人はあまり嬉しくないが。さあ柴田一面つ完成。これはマンズに色気があるか、今度。そうですね。さあ前田もドラが使えるようになった。満足きましたね。一直線、一直線できそう。ドラ引かない限り一直線、ね、ああドラ引くとちょっとブレーキに、うん、前田さんいいね。つもが、あ、瀬戸熊さんだ。瀬戸熊ですね。パースを重なりました。タイヤオカピンフが、ああドラ打ったら引いちゃった。ドラ切ってまで一色っていう手ではなさそうですね。そうですね、タイヤオになっちゃうんじゃないかな。はい、前田は 6,7,8 の3色が見える。さあゴツゴツしてきたぞ。伸びてきた伸びてきた。チーマン目いっぱいにやっとな。そうですね。うん
いいじゃんって。ただドラ引きがありますからね。ここはトーンを切って目いっぱいに構えます。リアンパーソン二度受け、これがかなり薄い。薄いね。ダーマンズが来る。目いっぱいだ。このあ、ローピン欲しいんだね。6チローピン欲しいですね。まずローピンから欲しい。痛い。痛いですね。先にドラ引いていればそうだ、ね、捉えれたのに。捉えてしごろのいいシャンテンだったんですね。そうそうそう、すごい。うわー、なんてこった。マンズ引いてもちょっとドラターツがありますからね。ああいう時ローソー引きたくないよね。引きたくないですね。三層にして、いやー、せめて三層でお願いします。このさん、ローソー3枚あるんですよ。言っちゃダメですよ、それ本当に。さあ、そして瀬戸駒いいシャンテンまで来ています。七八九も、七八九の方がいいかな。これはそうですね、ローマン打ちますか、うん、ローマンの方がいいよね。まだパーソン見えてないし、うん、ここはローマン切りだ、うん、切ったが、取ります、取らずだ。もう一通と、はい、イペコ、ドライリーイペコ、うん、贅沢です、瀬戸熊。ここは天敗取らずからの高打点を目指す。パーソン間に合う、間に合わない。先に決めるか、ローソー打つか。いやいや、残す残す。きたー、きた、高めドラ、リーチでしょう。壊せと熊が先制リーチ。ーこのパーソン2枚でちょっと嫌になるよね。前田はもうやる気がなくなりますね、おそらく。さあ、高めのドラはないんですか。安めの小僧が1枚だけ。あ、柴田天杯入りましたよ。換算層、これが1枚ないないです、すいません。うん、これ行きづらいかな、もう。パーマンはワンチャンスですね。押すよね、きっと押すよね。きっと押します。さあ、瀬戸熊、スッチー層、柴田は換算層。このままでの上がりはありません。柴田チーソー1枚だけ、チーソー1枚だけですね。柴田リャンマンもしていきましたね。これはテンパや明白。こう2層切りはないでしょうから、行くなら2層、もしくは現物のチーマン打って回るか。ちょっと行きづらいよね。両方行きづらいですね。ここはチーマン切ってローリングです。前田もリャンパーソがもうほとんど残ってない。サイド天敗だがドラ打つ手ではなさそう。さすがにね。1回チーマン、リャンマンも現物ですから、まだ天敗のチャンスはあるぞ。想像引くか、引けない。マンズじゃダメ。あ、配点もあるんだ。配点もありますね。また天敗チャンスある。瀬戸熊から内手の天敗も十分考えられますが、ね、さあどうだ。チーソーいない。いや、いない。さあ配点には何がいる。ダメだ、天敗取れない。瀬戸熊の一人天敗で流局となります。
さあ、レンちゃんには成功。とにかく1本化けオタクが1本。ああやってパーソン並ぶと上がれる気しないよね。しないですね。全くしないですね。最初のテンポやからね。瀬戸君もなんかフラットな説だったら即リーチ打って、つも上がりとかっていうのが、ああいうのリーチ打っていく選手ではあるんですが、ちょっと今日は打点が欲しいということで、それが裏目に出てしまった格好です。さあ、ドラドラですよ。ドラはローソー。しかしまた柴田に厄介が統一。そろそろ今度にも統一。そろそろまた仕掛けますか。仕掛けそうですよ。ね、前田はかなり。またまたいっぱいか。打点も見えるぞ。うわ、俺嬉しい。これは嬉しい。一番嬉しい。さあ、トン誰も持ってない。自力であんこにすれば上がりまで十分ある。今度は急所のカンローマンを引き入れた。さあ、前田は二差しがもうはっきりと見えてきます。おお、たつ足りてるといえば足りといといますけど、縦シフト ね、うん、そうですね。さあ、今度チーソマンコにして、こんなの伸びがいい。さあ、前田もジャン投ができて、9ピンか9層か、9層は上の現物。嘘も残しますね。残した。ドラ周りで2メンツということも考えているのか。さあ、飛んでた、泣けた。これは嬉しい。はい、これはなんかシャーでしょう。なぎり、これから泣けるとね。そうですね、自由にいけるもんね。さあ、今度はいいシャンテンです。山残しましたね。あー、この2本点が入った。カンローピン、あら、ローピンが浮いている。でもなかなか出ないよね、きっと。ローピンは瀬戸君は引っ張りそうですね、うん、前田のローピンの方が早く出る。うぅーここも仕掛けていく。ポンしていいシャンテンは取りませんでした、柴田。わー、ローピンが使えるようになったが、ドラが浮いた。ドラ打っていくのかな。ドラはなんか打つイメージないね。ただ3色確定しちゃえば十分な勝負手にはなりますが、シャンポンか、これは買えそうだ。リャンソーチーピン1枚ずつ。進まない。瀬戸熊が一番遅い。フリッテンチー、やれることは何でもすると。そうですね。ああ、そっか、リャンマン引いたら行くか、ドラを。あ、あら、このローピン危ない。嘘か。ああ、ドラ固定、うん、ちょっと嫌な感じ、うん、嘘泣けただけにね。ああ、本当ですね、うん、スースを切ってなければ、ね、ちょっと嫌な感じ。はい、攻めいっぱい。あ、そっか、もうローピン助かるんだもんね。そうなんですよね。そうだ、今度は待ち返してるんでローピンは助かるんですよ。いやー、三層はただウーソー手出しか。三層はいけるんだけど、うん、ローソーどうするかですよね。うん、もう あのパターンは縦だもんね、はい、ウーソーがないから。いやー、本当ですね、うん、当たったら1万2000って言われるから、ね、当たったら官労層ってことはなさそうですからね、うん、嘘がないからね。当たるならシャンポン。そっか、うん、嘘ないならもう縦しかないですね。嫌、うん、だよね、もう逆に嫌だよね。短期でも1万2000、うん、シャンポンでも1万2000から、相当打ちづらいドラにはなっておりますが、いいピンになっちゃうのかな、これは。ありますなんか、柴田がカンチーソのテンパイが入っております。瀬戸熊の上はちょっと続きそうにないか。あ、でもチーソーは1個しかないよね。
で、チーソーってきっと誰持ってきても打ちづらいんだよね。ああ。ウソがなくて、はい、チーソーが見えてないから。そうですね。うん、ドラガローそうですからね、缶チーソーとか結構ありそうな。ね、さあ、今野のシャンポンもまだいるんですが、リンシャには何がいるか、シャーのかかん。いそう。うん、酸素もよく見えるけど。ほう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 。酸素2枚切れ。おペン酸素に受けた。これだと1枚山。ただ盲点にはなっていそうだが、リャンソー手出しがちょっと気になる。そうね、トンカカン。気持ち悪いよね、もう。あロビー。進まない。チートイツみたいな。さあ、2とこどっち切るか。5はバニー2枚切れ。ここはリャンピンの方だ。チュン、あ、チュンポンザイか。ですね、ポンされている。はい、いや、前田テンパ入らない。3万は、瀬戸熊換算万払ってますから、瀬戸熊には若干通りそうに見えますね。切っていった。まだリャンシャン点出せとくま。進まない。お、ポンできる。ああ。ああ、このあたりはしっかりしている。これでローピンチーピン払うか。数万三万か。数万三万の方が払いやすいですね。ここは数万切り。まあほぼ撤退だよね。やっと。さあ。この選択大事。気に行くならこれか、ローピン切りか。チーソー、これで柴田の上がりがなくなった。3つ目のアンカンだ。アンコ持ってる人いる？あ、瀬戸熊さんでも親流れちゃうもんね。そうなんですよ。いいピン、バシンとブリンといった。ちなみに公式ルールですから、瀬戸熊がパーピンをカーンすると流局となります。あ、パーピン出てる。あ、出てる、じゃあないですね。初は誰も持ってないぞ。1枚切れ、1枚切れ、おすすっと。チーソーないですけどね。テンパイは、テンパイ料はもらえますから。さあ、瀬戸君もいいシャンテンだぞ。ダメだ、入らない。配定は3つ間が入ってますから、今度が配定ですね。うー、リャンソー、うわー、配定シャー、配定結構テンパネする、よくわからない打点になってましたが、まあでもあのイーソー切ってると瀬戸君さんポンだった。あ、そっかそっか、全然違いますね。本当ですね。いや、今度のこのテンパイも非常に難しい、受け切った天敗、お見事。今野柴田の2人天敗で流局、瀬戸熊の矢番は流れます。さあ、トン三局、柴田の矢番2本場で京卓のリーチ棒が1本。いや、天敗までいかなかったもんね、瀬戸熊さん。そうですね、ダブトン投げた時は狙ったなと思ったんですけどうまくいかない。さあ、ドラはパーピン、うんと、チュンとハツが統一。ドラターツがあるぞ。うん、これは伊達も見えそう。さあ、今度はピンズが多いが、自敗が単独。柴田さん大チャンスだ。はい、前田は単品系ですね、ペイから。うん、瀬戸熊も悪くないぞ。チートイツですか。チートイツだね。あ、ドラドラじゃん。あ、本当だ、パーピントイツ。これは今のチャンス、前田もいいぞ。今回ぶつかるね、これ。ぶつかりますね。うん、結構瀬戸熊だってこれぐらいの手配なら行きたいですよ、リャンソーから。お、こう初いった。初1枚目からポンだ。目いっぱいやね、もうこれ。はい、シャギリ
薬薬ドライチで十分ですね。チュンは前田が1枚持っていますが、これが出るかどうか。死後ありますね。死後、チュン出た。死後か。あ、チュン出た。怖っ。万が一にも打てない4万8000ですよ、これは。これはもうみんな。これは4万8000打ってもまだ全然大丈夫なんですけど。さすがに嫌だよね。はい。瀬戸熊が例えば打つと60ポイントここから減りますから、70、まだ全然100ポイント以上あるから、大丈夫なんだけど打ちたくないですね。打ちたくない。さすがに嫌だよね。これでかなり打牌に制限はかかる。おいおい前田さん大丈夫かと。これ今野と瀬戸熊思ってますよね。当然白は統一なんでしょうねと。プレッシャーがかかるぞ。おっと柴田険しい表情。これは第三元を転廃してるかのような。あ、持ってきた。え、てか、あ、え、あ、ないか。あ、来た。これはみんな一安心、合わせますもんね、多分誰かが。あ、でも今度チートイツだからこれ合わせないな。逆に狙いたい。いやでもマンズも出てくるぞ。怖いな。ああ、ちょっと勇気を振り絞って3枚いった。逆に今のうちって感じだよね。前田合わせてあげれば瀬戸熊が一安心。でもどうなんだろう。合わせた合わせた。ハク出たってことはテンパイしてるってことはあるね。ですよね。結構濃厚。最低2900ですから。あ、瀬戸熊さんも行けばよかった。ただ2枚見えたらちょっと行きやすくなりますね。そうだね。キューピンクとチーだ。チー点入った。もう3万ギリギリ間に合った。ほんとだ。ナイスプレー、今野。ナイス3段。まあでももうちょっと行きづらいか。飛んでローンされると。これで前田さんも差し子になったから出ない。え、トン行きます？もう乗りかかった船で。行きたいですよね。手配的にはトンですもんね、これ。手配的には行きたいけど、当たったら高いよね。当たったらもう1万2000からですよ。1万8000って言われておかしくないですね。4役本一ドライチとか。もうトン当たったら本一だからね、もう。はい。大体。あのパーマンなんだってなりますけどね。柴田ちょっと。あ、そうか。最終手だしパーマン。あのパーマンいやらしいですね。うん、あのパ、そうだ。パーマンだから本一ではなさそう。ただちゃんた含みのシャンポンとか十分考えられますよ。行った。うわ、行った。前田、これはもう全員が前田のテンパイを確信している。ただイーシャンテンで前田がこんな牌切るなんて年に1回あるかないかですよ。皆さん、これたった、あー、振り点だ。あー、すごく面白くないやつ。3色も壊れる。つもぎります。あー、つもぎるかな。ローキューマンが嫌だよね、最終手足パーマンで。あー、テンパイ取った。ローマン切れないから結局。なるほどなるほど、うん、さあ、イースチーソは振り点。あ、これでスッチソー役割ですよ。 ただしスッチソー薄い。薄いですね、目に見えて薄い。さあ、振り点解消、単品三色転配。スッチソー薄いけど手配には2枚場に3枚。あ、3枚残ってますよ。十分じゃないですか。4万。弱気のウーマンか。いや、ここはリャンマンだ。ここいくよね。男前田、取れた。取れた。素晴らしい押し。前田が押したら上がりは逃さない。しかも打点が高い。当然です ね、まあ、ね、トンを押すぐらいですから。いや、でもあのトンの押しはね、お見事ですよね。見事な押し返しで単品三色7700は8300の上がり。岩なのに押したもんね。岩が押したら高いですよ。あれは当然。おっと、そしてこの傾き。ドヤ顔見たかと。
おお、すごいかっこいいな前田、すごい傾いている、うん、ドラはローマン、柴田君まだまだ甘いよと鉄槌を下したのは前田。さあトン四曲、今度のエヴァンとなります。ドラはローマン、誰かすごく良かったよね、うん、前田もいいですね。まあ悪くない。ああ瀬戸君はいいですよ。もっといい人がいるんですか。いや柴田も悪くない、みんなそれなりですね。そうですね。瀬戸熊さん、あの手が整ってた時はドラないんだよね。そうなんですよ。手が悪い時にドラ、ドラドラとか、ドラきた。でもこれも悪くないですよ。ドラドラで手が整ってる時は他にもっといい人が2人いる。そうそうそう、これちょっと厳しいあるあるですね。イーシャン、あれなんじゃんてんか、うーん、いいシャンテンですが、もうこれもトントンと行く、うん、そうだね、前提のようなリャンマン切りに見えますね。テンパイ入ってもおそらく、まあ、トンがアンコにならない限りは、うん、そうですね、リャンソーアンコでどう、リャンソーアンコはまあテンパイ取りそうですけど、サブローピン引きでもトントンと行きそうなこの手配。さあ瀬戸熊、今回は速度も十分だぞ。柴田がまた役々といつで、これも仕掛けそう。ドラがローマンですからね、チャンタとかは難しそう。ここはパーピンを切っていった。今度は 1-2-3 のいいシャンテン、来た来た、絶好の、これは嬉しい。ドラ表示牌の方ですからね、ウッパーマンが残るよりスッチマンが残った方が当然嬉しい、うん、3000、6000あるもんね。3000、6000まである。あでもスッチマンの方が薄かったんだ、それはしょうがない。あ、間に合った。泣くのかな。あでは泣かないか、泣くかな。一応ポンすると本一のいいシャンテンなんですよね。あそうか、本一に渡るか、本一に渡るかな。あでもな、チートもいいシャンテン、チートいいシャンテン、あチート決めましたね。これは泣かない構えにしました。柴田もチートいつ含んでますが、これでどうするか。メンツでもいいシャンテン、チーソーチーソーとか打つと打点、あペイが2枚切れなのかな。そうですね、ポンテンのかかるから、はい、初のポンテンがかかります。当然のポンテン取りそうですが、さあ瀬戸熊先制リーチいけるか。あーダメ、今度も具形2つですからね、簡単にはテンパイできないか。さあ来た、闇天、恐ろしい男、ここで闇天を入れてきたぞ瀬戸熊。単品イーペイコードライチですから、今度の4万意外と危ないよね。ああ、意外と危ないですね。意外と危ないよね、うん、ドラとか引いたら数万切りになっておかしくないですし、5万引いても5万引いても微妙でしょう。そうですね、数万っておかしくないですよね。E1 リャンマンっていくかもしれないけど、はい、意外と危ない。あ、3万チーテンは取らない。あ、これだと、あこれだと出ないね。これは出ないでしょう。これは E1 リャンマン、あ、E1 リャンマンかな。3万握れ、瀬戸熊のスッチーマンはかなり薄い。数万1枚と、あ、ごめんなさい、数万0とチーマンが2枚、チーマン2枚。いや今度も粘ってテンパイ十分ありますし、柴田が、あテンパイ、リーチか、リーチなのか、リーチか、リーチいった。
これ初が2枚あるんですよね、ですよね。はい、初が2枚ある。シーソーはない。どうなる？2対2。追っかけか？追っかけるか？エアコンやめてんぞ、こう。ローソー怖いところ。3番。まだ出てこない。いや、決着はつくのかな？決着はつきそうだぞ。どうなんだ？初か？違う、白。全然違う。おお。いやあ、2人とも打点が高い。出てこない。今度もなんとか粘りたい。パーピンキューピン行くか。いや、イーソー3走か。これはイーソー切り。まだ2枚ずつある。まだ2枚ずつ。決着はつきそうだ。どうだ、瀬戸熊。大丈夫。柴田は、はっ、違う。ちょっと似てた。あ、もうこれでツモマンがない。今度も脳天。4枚ワンパイですか。相手にどっちかいそう。いない。4枚ワンパイだ。すごいワンパイ率。ここは瀬戸熊、柴田の2人転敗。流局となります。さあ、2回戦乱入となります。前田の親番です。いや、なんか消化試合とかね、思ってる方いると思いますけど全然面白いですね。うん、面白い面白い。はい。さあ、前田がトップ目で親番迎えます。ドラリアンピン、ドラが1枚。あー、ハイパイは悪い。瀬戸熊今日上がってないんじゃないですか、もしかして。1回戦上がりましたっけ。記憶にないな。記憶にないですよね。うん、これはまだノーホクラなのか。国士だ。国士、国士か。九州ですね。九州ある。いや、いらないぞ、3番1メンツは。4万8000を目指してくれ。徳間さんは3色。7、8、9ですね。さあ、また柴田がファンパイ、ファンパイ重ねるのうまい。ドラが2ピンなだけに3ピンを。スーマンローマンとかありますか、うん、ただ親の現物。ローピンパーピンか。ローピンパーピンの方が良さそうですか。いや、ここはスーマンローマンだ。ダメだ。ダメ、ダメだ。お、順調。あれ、いいシャンテン。パーソー引きたい。パーソー三山。高めのキューピンも2枚ある。うわ、これ3色決まるか。ついに決まるか。パーソーが打たれる。ん、ようやく引いたぞ。やっと。リャンシャンテンですよね。10周11杯。あ、いいシャンテンだ。しかもネックをドラ表引いたぞ。大変なことになる。イーマンとペイ、イーマンとペイ、イーマンとペイ、イーマン瀬戸熊に統一。倍1。うわ、ペイは誰も持ってない。あ、テンパイ。あれ、今野さんがあっという間に。ヤカリサブロマンだ。惜しい。惜しい惜しい惜しい。棒を1本減らしてくれ。いや、さすがに今野のサブロマン闇天が強いか。いや、いや、これは柴田が仕掛けていった。とんでもなく形が悪い。あー、3万。いや、でもどうせ柴田打ってましたね、これ。おそらく。いや、前田国士無双、いいシャンテンもここは今野がかわします。スモピンフドラ1、700、1300は800、1400。ドラ切りか。
前田天杯の時ですか、うん、あの先にドラ切ったらビビっちゃうかもしれないね。確か万が一にも4万8000ですもんね、うん、さっきの柴田の第三元仕掛けと一緒で、まあ、なかなか切れないよね。ポンって言われたらこっち、そうですよね、逆にこっちが暗いがあるもんね、さあ瀬戸熊の親番ドラはチュン、ドラ1か、でも手は悪くない、うん、整ってる、柴田も整ってますよ、今度も悪くないな。おドラ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 は前田です。これは瀬戸熊苦しい。ドラはもう一枚あるのかな、ありますね。いやでも瀬戸熊親番ですからね、これいずれドラが出てくとすると前田の形も悪くないですから、ここは万切り、これ7、8、9だからね、チープがいっぱいあるね。あ、そうですね、残しますね。今野さんの相撲がすごくいいんだよね。いや本当ですよね、今野ハイパー悪くてもこうかなり相撲が効いて、っていうんですかね、しっかりと大事な局面で上がりを、そうだ、ね、取りますから、ダブナントイツ嬉しいですね。これはまた仕掛けていきそう。今度もね A1、まあ、来期3期目になる、まあ、今期は残留するでしょうから、うん、今野さんはさ、はい、あの浮きたいよね今年。ああ確かにそれはちょっと一つありますね、一つあると思う。僕も絵はなっちゃったばかりの頃、はい、やっぱり最初まず浮きを目標にしてたんで、あートータルでの浮きと、うん、確かにそれはありますね。来年への、ね、自信につながるじゃん。浮いてるのと沈んで終わるので結構精神的に違う気がしますよね、うん、そうそう全然違うと思う。さあ柴田がウーピンのポンから現状肩上がりですが本一への渡りもある。スッチマン受け拒否しましたからね、馬打って親の現物のパーマンを持ちたかったっていうことですかね、もしかして。前田さんは全然進まない、うん、ドラドラの前田。さあ9ピンもポン、これは取らずでしょうね、うん、ローマン打って、さあ柴田が本一のイーシャンテンで、なんと難が山に2枚ある。チートイスになってきた、イーシャンテン。おお、なるほど、ここで3ピン打っていきますね。うわー、このイースーピンの持ち方、いやー、言いにくいよねこれ。あー、こうならざるを得ない。イースーそのやんめんチュンがあるだけにね。そうですよね、うん、イーピンと3ピンとチュン打つんかいっていうさすがにそれはわがままか。今野がターズ選択失敗。へえ、狙いどころ、狙いどころか、うん、連想切り。なんだよ、まだマンズ出てくるのかよ。まだ出てくるんですよ、ね、まだイーシャンテンでもおかしくないぞ。アシャーはもう切っていった。やっぱ想像がいいっていうところですね。一枚切りのペイ持って、うわお見事、チーソーだ。これは柴田から単品3色上がったチーソー待ちそういうのがあるね。あるかもしれない。あ、でも山に1枚しかない。あ、ちょっと、いやでも前田が明らかに来てるから行きますよ。これ考えていきますよ前田。そうだね、ローピンじゃちょっと上がり見えないね。チーソー大丈夫かな。今野もう抜いてますからね、うん、抜くと、いや前田に通ってるとこもあった。あ、テンパイ、これ何2枚でも、何は多分前田さんは止まるんだよね。止まるんですよこの人、さすがにダブなんだもんね。もう面白っ、打ったー打ったまだ脳天と呼んだか前田。近藤さんの振りが見事に裏切られました前田が打つっていうことはもう脳天に見えてるんですね、うん、そうだね。はい、柴田ダブナー本一8、
7700か。はい、7700の上がり、うん、軽い仕掛けに見えたってことだね。うん、柴田今日仕掛け結構使ってますからね、うん、安い仕掛けもどうせまだでしょうって感じで、ね、はい、今きっと1個回ってないもんね。今次回シャアが余っただけですね。握れのシャアとかが余っただけですから、その前マンズだもんね。はい、さあ7700を前田から取り返して、また平たい今野が漁夫の利で一人行き、お、あれやちゃんてんか、なんか手見ないですね。柴田、親番の柴田は難が統一、中央も、重なります。毎回なんか薬杯2つ持ってるよね。持ってるんですよ今日柴田、薬杯に愛されてます。さあ今野はかなりまとまっている。いやでも今のは大きいよね。大きいですね。ちょっと諦めムーブだったのが、うん、まだまだと、うん、なりますよ、ま、今の上がりは。前田は統一手もメンツ手もあるが、四統一、うん、ここは両方まだ見ていく。さあそして発進、当然のように仕掛けていく柴田。うん、チュンも切ってあっさり通風路でいいシャンテンだ。もう一つドイツになったらどうするのかね。どうしますか ね。目いっぱい、例えばローマンかチーマン重なった時に、そうそうそう、つむぎる方が手広いんですが、例えばウーピンとかを切るとトイトイがあるということ難しい。とりあえず日給上がると、はい、浮きで、そうですね、柴田両方ありますからね。どっちがどっちなんでしょうか。そして前田はどうする。ここは回ったのか、イーマン切り。今野もちょっと上の通風路が入ると行きづらいか。役だからね、で自分でドラ持ってないと怖いよね。そうですよね、もう役ドラドラとか普通にありますもんね。これですね、これです、これこれ、どうする、ウーピンか、とりあえず、ウーピン打つ人が多そうですかね。さあこれは一人旅になるのか。瀬戸熊も粘れづらい手配ですね。ドラ引いてこれで、これで、はい、戻りました。ドラ切り自殺ってことだね。うん、そうですね、リャンソーとか打つとドラ切りはドラ切らなくて良さそうですけど、こうは打てないんだよな。近藤さんどうするんですか。僕は多分リャンソー切りか、おドラツモ切りとか、ドラツモ切りか、 ありそう。うん、まあ、初の統一落とし。こう受けた時に天杯まで行けるのか。前田はなんとかいいシャンテンで粘っている。やっぱドラツモ切りだろうな。ドラツモ切り、うん、あの上がみんな自分で切ってるじゃない。はいはいはい、だからトイトイ見ちゃうんじゃないかな。ああ瞬転だ。いや、テンパしないぞ。おテンパイ。あら、今野がテンパイだ。あれ、前田もテンパイ。え、ドラドラですかね。これリーチ行くかもしれないぞ。あ、ワンリャンピン。一か八か。これ行くんじゃないの。いるならいっぱいいそう。
これリーチでしょ。いきそうですよね。うん、傾いている。リーチだ。違う、ごめんなさい。ありゃあれ、瀬戸熊の天敗、4人天敗になった。一気にハングピンはさすがに3枚3儀でうまいくか。いやただ最終手出しがチーマン、相当打ちづらいかといって、安全に行くならばないな。でも回れるところがない。ローピンスーピンだって通ってるわけではないですから。あ、そうだね。ならばと、そしてチーテン、おそらく両走切りになるんでしょうね。さあ換算層待ち、今野の算層はただこれ相当出そうにない。これ振り点ですからね。ローマンはそんなに打ちづらくはない。まあさすがに今両走出たんでその周りかなって感じだね。うん、そうですね。どうする前だ、どうするんだ。イースー層とは考えづらいもんね、結構ね。そうですね。あ、リーチ来ました。あ、リースー層あるのか、ドラスー層だ。そうですね。223で目いっぱい持ってる可能性は十分ありそうですか。つむぎリーチ。これは一応、前順は通っている。行く。酸素はないんですよね。酸素は順から。あれ？ないですね。だから今野のこのままの上がりと柴田の上がりは現状ない。リャンピンは1枚ある、1枚ある。ウーピンも1枚ありそうですか。 1,2,3 切れ、あ、ないのか、今野が持ってる。さあ現状上がりがあるのは前田だけ。全員降りたくはない。これはあ、でも3ピン通ってるか。ローピンはワンチャンス、ウーピンが場に3枚、3ピン、そうですね、3ピン通ってますね。いや、いったいったいった。数ピンの方が打ちづらいもんね。いや、また4人転敗か。脱落者が出るか。九走ションパイ、シャンポンあるか。いや、誰かにあんこでしょっていう、もう行くかなので行くか。あー、やめた。暴走は振り点、振り点です。あ、振り点か。背底にリャンピンいるぞ。1枚あるぞ、前田。まさかのいない。瀬戸熊一人の汚点。あー、ここはションパイの急走を掴んでしまった瀬戸熊。うーん、気づらいよね、の汚点判断。シャンポンとかだと狙い頃だもんね。そうですね。急走はもう。さあドラはペイです。何三局柴田の連チャン一本場。さあ柴田チュンガとまたファンパイが統一、うん、チュンさえ早く出ればなんか上がれそうな。またそうですね、仕掛けていって、まあおそらく仕掛けるでしょうから。チュンは山です。本野さんが伸びてる一通。うん、マンズの一通が見える。あ、いいですね、手配は。こちらは前田。ああ、統一が4組。瀬戸熊さんもまあまあ。あ、うん、リャンシャンテン。まだ上がりがないんじゃないのか、瀬戸熊。お。うん、いいですね。確定しちゃえばもうあとはくっつけるだけ。ソースでも何でもいい。三層からチー。2枚目の三層、うん、これはドラ打つ手ではないのか。まだいいマン切り、タイヤもありますしね。ドラ重なりも見たいところか、うん、ドラ重なればね。はい、
がね、2枚ありますからね、この判断、いい方向に出そう。チュンが出る前にドラ重ねたいよね。そうですね。さすがにテンパイ取りますもんね。さすがにテンパイ取ると。ここはいいピンの取り方した。ドラも全部山ですからね。ああ、絶好の数万が下がってきたぞ。この前田さんはチートリドラドラでしょう、もうドラがですね。あ、ドラがここにあります。さあ、今野さん大チャンス。できればチーソーとかウーソーとか引いて、うん、リーチまで行く。現状トップ目ですからね、闇点もありそうですが、そうですね、さあ瀬戸駒いいシャンテン。瀬戸駒さんも6チッパに振り返れば、ああ天敗だ。これチュンが2枚山、今野は止まらない。リーチかるか、リーチいった。トップ目だけどここは役割リーチ。今日の今野さん押すよね。押しますよ。今日は勝って帰りたいもんね。ですね、もうそういう意思がもう見えますよ、今野。柴田すっちそい、いやー、行かない行かない、待った待った。これは今野のリーチ好判断になりそうだぞ。どうするセトコマ。漫才1枚も取ってない、きついね。降りるなら剣突きゅうピン、あー抜いた。結局サブローマンね、どっちか切んなきゃいけなくなっちゃうからね。そうですね。近づいてる近づいてる5、6ときたら次は7なんじゃないか。いや、すっちそうもいい街ですね。ここに今1枚来ましたが、まだこれでも4もある。なんか勢い的に積もりそう。勢い的に、あ、違うなら、違うならでした。色が変わったさあどうだ、まだ4枚あるぞ。今度は今日は絶好調だぞ。山さんでした、すいません。はい、風呂に入っておりました、数層が。いや、今度はこういう勝負どころ今日は制してきてますから、このすっちそうも上がるんじゃなかろうか。うん、いいそう、今度は筋。瀬戸駒さんまっすぐ行っても掴んでたもんね。本当ですね。あー、詰まった。やはり今日は今度の日じゃなかろうか。リーチツもピンフイッ2,0004,0004,100です。この親かぶり柴田さん痛いね。痛いですね。絶対に沈みたくないもんね。沈みたくない。沈んだところでちょっと厳しくなる。うん、いや、ただここにとっては非常に大きな上がり、も一人浮きが結構濃厚じゃないですか。うん、そうね、このラスオヤもうこれはあれですよ、なんとかタイムですさあ、今野ドラは数層、今日の今野さん、ツモがすごい効いてるもんね。そうですよね、うん、いや、稼ぎ時だ今野。これは行くとこまで行ってしまいたい。 45,100 点を持ってオーラスの親番、トータルポイントでももう当然プラスに転じております。今回瀬戸駒さんがいいよね。結構瀬戸駒まだ上がってないのかな多分。いや、でも相当いい。いや、僅差のラスなんですね、これ。1000点上がると2着ですからね、うん、順位点だけでも7ポイント違います。まあ、まあまあそのあたりはいいんですが、着順をね、こう2ラスは気分的に良くないよね。いや、良くないですよ、ね、ちょっと。しかも上がってないからね。はい、それはやめましょう。瀬戸駒、ここで初上がりが欲しい。ポイントに余裕はあるとはいえ、そうなんですよね、ジャンジとしてね。いや、もう、ね、男のプライドが許しませんよニラスは。これ今も絶対降りてくれないですよこの場、うん、そうだね。
ットもできた。6チッパの種はできたぞ。形はできた。いやー、今度が1通だ。これは怖い。6000オールまである。しっくりこないね。いやー、そうですね。リャンソーかなー、うん、これはいい判断なんですよね。3層がもう山にないですから。ここもその3万が1個しかないね。あ、3万がきつい。1個しかなくても今日のコンノなら、うん、今日のコンノさんはね、ちょっとそんなに不安ではないぞ。いやー、これはロマン。なんとかなるのか瀬戸熊。どうなんだ。あ、これで3万が出ない形になります。まだ役割見たければ、ここは目いっぱい。うん、スペンさんピン引いた。これで3色はなくなりますが、うん、形がね、ピンフィーペーコーとか形がかなり良くなりました。まあ、ドラドラになる可能性も一応ね。あ、そうですね、はい。ドラの数層は山にまだ1枚あります。あ、トマエダイーシャンテン、ただ役がなくなる。あー、うーわもう瀬戸熊は試練続き。こんなタイミングでチーピン来なくてもいいのに。麻雀あるあるです。麻雀あるあるです。本当に気なったずだね。本当に。あー、ドラ引いたのはやっぱり今野。これはチーテンもあるぞ。さあ、前田目いっぱいならばなんだが、サブローピンがちょっと薄くなってきた。ここは目いっぱいに構える。うわ、もう無理だ。もう上がれないでしょう、瀬戸熊。これはきつい。意地悪すぎる。で、今野さんが怖すぎるよね、これ。3万引いたらなんか。本当だ。リーチでしょうからね。6000オールリーチ。なんとかしてくれ、柴田。いいシャンテン。前田はリャンシャンテンに戻っているが、これで四五六組のいいシャンテンに戻った。あ、ようやく瀬戸熊もいいシャンテン。どうなるのこれ。今度の絵番終わるのか。どうなんだ。あー、この3万でなくなった。3万はなくなった。ここはローマンを打って、これでああ、テンパイ。テンパイだが、イースマン。イースマンですね。あ、上がれるかもしれない。単葉だ、ポンテン。スッチーソー。はい、スッチーソー待ちのテンパイは前だ。スッチーソーはほぼないよね。薄すぎ。1枚ぐらい。チーソーが1、2。チーソーが1枚だけ。あら、テンパイ。ここもイースマン。リーチ打ちますかね。上がれば2着。リーチ棒出すと4着になっちゃうよね。でもリーチ。でも行く。ここは2着を取りに行くため。あ、掴んだ。掴んだ。これ今度行きますね、多分。テンパったら行くわね。どう入るか分かんないですけど。うわ、これワンチャンスだけど切りづらい。行くな、多分行くな。これは抜くならリャンピン3ピンがある。脳天で4着ってこともあるからね。いきますね。イースマン対決。もう行く、瀬戸君も行くぞ。逆に瀬戸君さんはリーチボ出しに行くから、ね、そうですね。このままテンパイならば柴田より上行きますから。パシーンと。前田もテンパってるぞ。いけ、瀬戸熊、ションパイか。ションパイかい。いった。チーソーは前田の上がり。ラスハイ。
ここは先点ですが、この先点は非常に大きい。タンヤオで先点の上がり、柴田さんにはもう最悪の結果、ね、はい。さあ2回戦はトップに紺野ひとりゆき、2着前田、3着瀬戸熊、4着柴田の並びです。はい、以上並びで1回、2回戦が終了いたしました。引き続き3回戦です。